UC 制裁は9月15日のエラッタで制圧力がゼロ1となり、541覚醒という 1.5 コスト際では破格のスペックになりました。やるぞ。覚醒1から制圧2になれるため、今回はそこに注目し塗り十字の構成を組みました。やるぞ。読み通りだ。やるぞ。ぬるいぜ。ぬるいぞ。エラッタで制圧力が上がったことで、開幕の制圧評価も上げやすくなったのは、序盤が弱めの覚醒シプデッキにとって大きなプラスですね。いい策を思いつきました。今から披露しますね。分散されましたが、式1で覚醒ゲージプラス 40% のようなものと考えます。やるぞ。やるぞ。ぬるいぜ。ぬるいぜ。頑張れます。これぞ傭兵の奥義。号令の効果時間に3カウント以上差があるので包囲はできません。ちなみに勝っては1枚打ちの武力と速度の上昇値が増えました。これぞ傭兵の奥義。ぬるいぜ。無人の心得、お前らに教えてやる。これも天命か。やるぞ。気にする、気にする。ぬるいぜ。やるぞ。乱れあり、乱れあり。ぬるいぜ。やるぞ。気にする、予定が来る。ぬるいぜ。気にする、やるぞ。オーグ解放、バスター
この身は主の剣なり。覚悟。君一人ではここまでか。勇気を力に進め。これぞ傭兵の奥義。やるぞ。影となり進歩。時間だ。復帰する。あれは四角の剣は地球音で武力プラス6、速度2倍、凸ダメプラス10。終了時撤回ですが、地球音として破格の性能ですね。同コスト牙の義援や集体と違い刻印でもないので使いやすさも高いです。朝差しを警戒して止まってそのまま工場に入るのがまぶ筋です。その場合でも工場ゲージがリセット取れれば勝ちなので刺さりに行きます。2試合目あります。乱れあり。これ以上あがくな。逃がすか。乱れあり。普段あまり牙3以上を使わないので長槍速速速は怖いです。乱れあり。消えよ。乱れあり。消えよ。やるぞ。逃がすか。滅びよ。やるぞ。逃がすか。終わりだ。やるぞ。逃がすか。我は捨て駒なのか。滅び。バイったな。逃がすか。滅び。これ以上、私から何かを奪って…終わりだ。逃がすか。乱れあり。逃がすか。返して。次こそ仕留める。お仕事お仕事。ひざまずけ。新たな秩序天下の前に。逃がすか。そい。乱れあり。俺の天下に愚昧な輩は不要だ。ぶっ壊せ。やるぞ。ぶっ壊せ。逃がすか。君を逃がすか。二度目はない。
たな。乱れあり。逃がすか。乱れあり。逃がすか。さーて、お仕事お仕事。無傷で友軍を止まるのは25カウント。返して。邪悪に乗り寄って、これでも狂い。この身は主にする気なり。覚悟。ロビーよ速やかに引け。我らの行為を何者にも崩させぬ。ホーム解放マンター。3時に制圧さんになるので、仕事を終えた後に見るとより強さを感じます。この地を奪えば我らの勝利だ。国に帰ります。乱れあり。